OK です。はい、はい、続きまして4月の26日、はい、朝のひな見ます。ありがとうございます。すごくあったかく感じる。つける明かりは最小限に。よいしょ。ひなのうちは、ひなのうちはというか最初はそれぐらい方が落ち着くので。よいしょ。はい、おはようございます。おはよう。なんかすごい綺麗に餌が垂れてる。ほんとだ。あ、積んでる子がいる。すいません。あ、まったく、まったくじゃなくて、ごめんね、ごめんね、順番ちゃん。はい、こんな感じです。暗すぎて何も見えません。こんな感じで、くちばしが指輪に挟まってしまいます。うん、ごめん、本当にごめん。ごめん。首輪が緩いっていうこと。ちょっと緩かったね。で、こう下向いてるから、下をやってるとね、ちょっときつめにつけましょうか。ぴったりぐらいで。いつからなってたんだい君は。ねえ、ごめんね。いつから断食してたんだい。よいしょ。くちばしリングダイエット。かわいそう、過酷なダイエットだ。ごめんね。増えたな。増えたし、圧倒的に餌が減ってるね。あ、水を2つにしたんだね。そうですね、この話数に1個は少ないな。うんうん。はい、ではいつも通り温度を測ります。生存率が高い、うん、卵の数に対してね。あの無精卵を除いて 100% 達成。素晴らしい。なかなかないことですね。あの発生中止とかしごもりがなかった。うんうんうん。この調子でね。100% がいいね。うん。生育率 100% にしよう。はいはい。大丈夫ですね。こんな感じでヒーターの外とヒーター下をね、うん、温度測ります。そこが一番温度が低いから、そこと一番高いところ。そう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 。はい、皆さんどうですか。まだ明かりが薄暗いのでよく見えないかもしれないですけど、なんと可愛いことでしょうか。口調も優しくなっちゃうね。え、すごいよ。いつかひな車の定点カメラでこの様子をね、朝、昼、晩、人間が見ていないところで彼らが何をしているのか撮りたいですね。とっても可愛いと思うんですよ。ねえ。餌も食べて素晴らしいな。偉いよ。はい。CD を置いてるのは興味を引くためです。はい。よいしょ。昨日もこれめがけてつついたりしてた。CD 作戦。あっちは CD ないけど食べてるね。うんうん。なくてもいけるのかも。偉いぞ。CD がなきゃ食べない前のやつはどっちか。確かに。よいしょ。お皿自体を餌だって覚えてくれればね。そうね。ダメだよ、つついちゃ。ほら、もう目をつつくやつがいる。いじめないで。ないで。やめて。
ダメだよ保育園じゃん。本当にいじめっ子と、いじめられっ子が。これが一番新入り？ん？一番の新入りはドイツ？多分思ってた。でも、わからない。13番じゃん。いや、眠いだけなのか。違う、この子10番だ。こっちかな、あの中の。このケツの人かな。でも昨日ちゃんと体を起こして座ったりしてたから。あ、あの子っぽいな。今こっち向いてる、あれ一番奥の子。これか、この中心の人。こんな、あ、やっぱりあれだ、13番だ。そうそう、なんとなく顔がみんな違うんですよね。お、いいぞ。食べてる食べてる。取れてる取れてる。何番じゃん。あ、見えないけど、昨日結構な数がさらにぐるっと回って食べてたんですよ。前回いたさ、うん、あの大きくなったけど全然食わないやつ、うんうん、より食ってる気がするよ。無理に食わせる。いや、大きくなっても全然食べない人よりこいつの方が今食ってる気がする、うん、うんうんうん、頑張れ。美味しいよね。食べるのがうまい子はすごい食育がいい。 なんだろうね、くちばしの形とか。あ、だめ、鼻の形もありそう。すくいやすい、うんうん、青、うんうん。いや、おはよう。最初の頃に生まれた子たちはやっぱりもうしっかりしてる。歩き方が、やめなさい、やめなさい。もう今食べてたのも3番だし、 1,2,3 はいけるのか。一番最初に連れてきたのがそう、 1,2,3。でも一番とかは食に興味がなくなったのか人を突き出す。それかお前も食えよと促してくれてるのかもしれない。こっちがいいね。お水を飲んでます。水も飲んでるよね。飲んでるね。はい。褒めてますね。褒めないで。よいしょ。はい。今、ともちゃんが言ってくれましたけど、毎日しっかり水を変えて、清潔な水をね、ひなたちに飲んでもらおうと思ってます。大きくなったらあまり水の綺麗さとかをね気にしなくなってもいいのかもしれないですけど、ヒナのうちはできる限り病気のリスクを減らすために綺麗な水をね、綺麗な環境で飼ってあげたいなっていう感じですね。はい、ダチョウがこの頃からみんなで集まるような習性をしているように思います。集団でいると安心するんでしょうね。はい、地面に白い斑点が点々とありますが、こちらは全てこの子たちの糞です。餌をちゃんとね食べてる証拠だっていうことですね。やっぱり餌を食べて水を飲んで、はい、
大きく成長してもらいたいですね。おはよう。どうもどうも。どれかな？はい、こんな感じで。しっかり食べる子は育つ。みんながああやって休んでる間も一心不乱にね、食ってるやつは大きく育つ。うちはああやってくれると真似して食べるから、うんうん、とてもありがたい。この床にして正解だよね。本当に今のところ何もデメリットが見当たらない。柔らかいしね、うん、あとコンクリみたいにヒヤッともしないから、お腹が冷えなくていいね。ヒナはお腹が冷えると下痢をするわ。そう、中の栄養を使えなかったりするらしいです。なんか水を置こうと思ったけど置けなくなっちゃった。はい、水桶の方にも CD を置いて視認性を高めてます、うん、光に当たるとね、光るしね、うんうん、はい、ひょろひょろと泣いちゃいますね。はい、ということで4月の26日水曜日の朝のひなでした。皆さん今日も元気に過ごそうね。人たちも元気ですね。はい。じゃあね。バイバーイ。はい。